ちは日本一の霊能者塩の山ライオンハートの三枝クララです。いつもありがとうございます。今日は2022年11月24日で、今日はね、私のこう YouTube チャンネルに昨日ね、こうトランプについてのこう質問のコメントをいただきましたので、今日はね、そのコメントに答えていきたいと思います。まあ、大きいところではトランプ、なぜ枠止めないの？なぜ火星に国旗を立てるの？ってことですが、それでは早速行こうと思います。Here we go！ 昨日いただいたね、コメントで、UI 様、コメントと質問ありがとうございます。初コメです。クララさんの動画に出会い、一気に見ています。情報ありがとうございます。質問なんですが、トランプはロスチャイルドの駒なのですか？プーチンと一緒に世界の悪魔と戦っているのではないですか？違うのですか？どこを調べたらいいのですか？教えてください。トランプは宇宙の銀河連合ともつながっていると聞いています。たくさんの子供たちを救ったりしています。日本のお掃除も。ただ気になるのは、なぜ早く緊急ですよね。緊急放送をして輪を中止しないのか。あと先日の重大発表の中の一つに、火星にアメリカ国旗をなぜ立てると言ったのか、疑問点もあるのですが、…いずれにしても一日も早く地上波に真実が開示されることを願いつつ、自分にできることをしています。 UI 様ありがとうございます。では、初コメありがとうございます。クラさんの動画で一気に見て、情報ありがとうございます。私のね、こうチャンネルはね、神様からこう賜ったこう啓示をこう軸に、あと、まあ、付録みたいなものでね、こう私のこう考察とかをこうアップしていますが、私のね、こう考察についてはね、もう一人間ですから間違いもありますしね、こう情報でいいんですけども、神様のこう啓示についてはね、ちょっとの情報って言われてしまうと、ちょっとね、これは違うかな。情報っていうのはね、こうあくまでもこう人が発するもの、神様から来るものはもう情報、まあ、強いて言うなら神様のお手紙だと私は思っています。まあ、ちょっと置いておいて、で質問なんですが、トランプはロスチャイルドの駒なのですか？はい、トランプはロスチャイルドの駒の一つです。プーチンと一緒に世界の悪魔と戦っているのではないですか？このね、ロスチャイルド、まあ、このね、もう悪のトップ、このね、ロスチャイルドがどうやって私たちを支配してきたかというと、この金融、こうお金をね、吸って、もう無からする。機械さえあればね、もう100万でもね、もう何兆円でも吸れる。もうそういうね、こう、権力をこう手にして、で、その次に彼らがこう、世界を支配していくのに、こう、必要なことは、こう、国と国と、こう、戦争をさせること。だからね、この戦争をさせるためには、いつでもね、こう、悪役が必要。それでこういろんなね、こう戦争をいつでもこうね、こう世界のこうバランス、こう不バランスをこう微妙に作って、いつも私たちにこう戦争のこう危機を煽る。で、戦争となった場合、ま、この戦争もこう戦争にされるんですが、戦争になった場合にもこのロスチャイルドが両方の国にお金を貸します。それで、もう勝った方はね、もう ここで勝つぞっていう時には、もうギャンブルをたくさんつぎ込みますよね。で、それでそのお金もこうロスチャイルドが用意する。で、こう勝ったらこう負けた国にこう奪う。この負けた国に、まあ、財産を奪って、負けた国は
勝った国の負債を全部押し付けられる。だからね、戦争がね起こるたんびに、このロスチャイルドのこう中央銀行はもう戦争太りをしていく。だから、まあ、北朝鮮とかね、こうロシア、ソ連のようなね、こういうねちょっと危ない国をこう作っておく必要がある。で、このロシアのこうプーチン、まあ、ロシアですね、その前のソ連を作ったのもこのロスチャイルドで、壊したのもロスチャイルド、そしてソ連を潰してロシアを作ったのもロスチャイルド。このね流れを見ていけば、プーチンの立ち位置も見えてくると思います。で、違うのですか？どこを調べたらいいのですか？教えてください。本当ね、どこを調べたらいいのかっていうとね、これもね調べようがありませんでね、これね、どうやって調べたらいいのか、調べるとしたらネットでは無理です。このねネットとかこうマスコミは、今ね私が発信してる YouTube とかね、ちょっとねもうニコニコ動画とかももう全部ねこうロスチャイルドの息がかかっていて、もうこの報道から何からマスコミもう完全支配しています。まあ、これはね私のチャンネルでもこう再三お伝えしてきていることなんですが、もうどこのテレビ局も新聞ももう本当のことが言えない、まあ言ったらまあこうされる、まあそういうね報道規制がされていますし、規制だけではなくって、私たちをねこう彼らの都合のいいね、脳土偏羊ちゃんにこうするようにし、マスコミを使ってのねこう洗脳とかもあるので、私たちがねこう持っているパソコンとかスマホでこの彼らのね真実をたどるのはとても難しいです。まあ、一番はね聖書を読んで感性を磨いていくことで自分の目で真実が見えるようになります。まあ、それまでの間まだ本とかならね、このロスチャイルドのこう手が及ばない本がたくさんありますので、まあ、国立図書館などに行けばまだこのね UI 様がね知りたい情報のこう書籍があるのではないかと思います。トランプは宇宙の銀河連合ともつながっていると聞きます。あ、この銀河連合とつながってるんだ。私そもそもねもうトランプって私興味ないので、もしね私が聖書を知らなかったら、まあ、聖書にね終末の時代にはこうトランプのようなこう偽ヒーローが現れて多くの人が惑わされるってことが、まあ、聖書によってね私は知っていたので、だからこうトランプにね惑わされることもなく、ひいてはねこうトランプにもねこう興味がないんですけれどもね、トランプはこの銀河連合、まあこの多分ねこう言ってるのはこうトランプ Q とか、まあ、そういう人たちがそう発信しているのでしょうか。ちょっと私見ないから知らないんですけれども、でも今回のね統一教会のことで、このねトランプ Q も実は統一教会が作ったものだってことがねバレてきていますし、このね銀河連合、このトランプの信者の方たちはもう銀河連合が私たちを救ってくれるんだってね、強化強化ってねずっと、まあ、多分もうね何年も待っているんだと思いますが、はっきり言ってしまえばこんな銀河連合ってものはないまああるとしたら、まあ、それはこう悪魔で、なぜこんなにねこうトランプ信者にこの銀河連合のねがこう私たちを助けに来るってねこう期待させるのか、これね私が見たらねもう鳥のね巣でひな鳥がねこう口を開けて親がね餌を取ってきてくれるのをもうピヨ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 しながらこう待っている、私はねトランプ信者ってねそういう風にしか見えない。もうこれはねこう私たちをこうトランプとかこのね銀河連合にこうね助けに来てくれるという、こう私たちのこう依存心をこうくすぐって
って、でこうね、誰もこのね、ひなの中でね、ピヨ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 、なんかもう少しだったらね、24万5千円配ってくれるとか、いや、それってね、怖いことですよ。ね、もうこれをね、私たち一人一人の真のね、こう自立をね、こう邪魔するもの、もう誰がねヒーローとか、まあ、そういうことではなくって、もう一人一人がヒーロー、一人一人がね、こんなトランプに依存したりね、このね銀河連合が助けに来てくれる、まあ、確かにね、イエス様は私たちを助けに来てくださると約束していますが、それはこの銀河連合とかそんなね安っぽいものではない。まあ、このね銀河連合っていうのは、まあ、ルシファー集団、ルシファーってね悪魔の天使、天使のふりをした悪魔のこのね軍団、まあ、ロスチャイルドとか、まあ、そういう、こう黒貴族たちはこのね次のねたくさんの子供たちを救ったりしている、こういうね子供たちをこう生贄にして、それで悪魔からエネルギーパワーもらっていますから、もちろんね彼らは子供たちがどこに収監されているとかも知っている、まあ、そこのね一部を解放したのか何かこう知りませんが、まあみんながこうトランプ信者の人が思っているようなこんな銀河連合は、まあ、存在しない、この目覚めたと思っている人たちにこう依存されさせるための虚構です、日本のお掃除も。ただ気になるのは、なぜ早く緊急放送をして和を中止しないのか。このねトランプさんがこんなね和を中止したら、いや殺されちゃうでしょ。ま、でも彼はねそんなことはしない、忠実なねロスチャイルドの駒ですから。それからなんかアメリカ軍はもうトランプのものだということもなんかね聞きますけれども、この軍とか政府の上には中央銀行がいます。この中央銀行をここをねこう処分、ここを制覇しない限りはこの枝葉である政府もね空港も絶対に一人の人間によって動かすことはできません。もうねこの中央銀行のこの利権をね、こう私たちの国民、まあ、国民政府にこう取り戻さない限りは、皆さんがねトランプにこう抱いているのはこうただの幻想。ここも理解しなければいけないと思います。あと先日の重大発表の中の一つに、火星にアメリカ国旗をなぜ立てると言ったのか、これこういうこと言ってたんですね。全然私ねトランプの最初の5秒ぐらいしか見ていないので、でこのね火星にアメリカ国旗を立てる、これはロスチャイルドの命令です。これね NASA について私ね過去動画でも 2,3 度アップしてますけれども、もう彼らは本気でねこの宇宙を神中心のこの宇宙ではなくって悪魔中心の宇宙にこうね、作り変える、もう悪の改革を本気でする気でやっています。その一つがねスイスのセルンで、こう世界中のね電気が足りなくなる、このねセルンにね電気を送るためにもう各国はねの政府がね電気を絞り取られていると思います。でこのセルンと、それから、まあ、セルンでねブラックホールを本当に彼らは作ろうとしている。それから火星にまずはもうだいぶね基地作っていると思います。火星になぜ基地を作るのか、それはこう木星、こうね死んだ太陽と言われている木星に核をぶち込んで、木星をもう悪魔の太陽として蘇らせる。だから日本のね原子力なんかもそのための材料を作らなければいけないので、まあ誰が総理大臣になってもこの中央銀行がねこう支配している限り、この日本のね原子力も今止められないでね、このね火星にアメリカ国旗をなぜ立てると言ったのか、それは
ロスチャイルドからの命令でね、火星に基地を作って、そこから木星に核を撃って、この宇宙を木星悪魔の太陽を中心としたこの宇宙全部を悪魔で、ま、地球だけではなくってこの宇宙を全部神から乗っ取って悪魔中心のこの宇宙にしようとしている、この命令をトランプは受けているんだと思います。疑問もあるのですがいずれにしても一日も早く地上波に真実が開示されることを願いつつ、自分にできることをしています。またね、UY 様みたいなね、こう素直でね、こう平和を願う人のね、こう心の隙にね、こうトランプを使って、もうロスチャイルドたちはね、こうじわ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 とね、こう人々をこうコントロールしていく。もうそもそもね、こう政治、どっちが勝っても負けても全部ね、彼らが作ってる、ロスチャイルドがこう作っている、大きなこれ茶番ですので、まあ、こっちが勝ってもこっちがね、政権取ってももう政権交代っていうのはもう全部茶番で、どちらが勝っても、どっちにこう転んでもロスチャイルドの都合のいいようにもう台本は書かれていて、もうこれまでのね、歴史もこうそういうふうにこう動いています。トランプのね、こう在任中はこう、ね、戦争がなかったとか、トランプをこう評価する人もおられますけれども、やり方が違うだけ、片方はもう担当を持ってブスって刺しに行く、で片方はこう真綿でゆっくりゆっくりとこう締め殺していく、まあ、やり方は違うだけで、彼らの目標は一つ、もう世界統一、世界ニューワールドオーダー、それだけではなく、このもうこのね、全宇宙を悪魔を中心としてのこの宇宙に作り変える、もう彼ら本気でこれやっていますということで、それでね、今日も絵画を持ってきました。今日はこのね、イエス様がこのね、たくさんの万軍のこのね、天使を連れて私たちを助けに来てくれるっていうことが、この週末にこれ起きることなんですけれども、このね、イエス・キリストのこの万軍のこの救いは、このトランプとこう、ね、コンタクトを取っているというこの銀河軍団とは全く別物、まあ、そちら存在しているとしたら、まあ、悪魔の集まり、まあ、ハロウィンのね、ろくでもないやつら、ハロウィンのね、こうパーティーにこう出てくるようなろくでもない軍団です。本物の軍団ではありませんが、でも本当の神の軍団っていうのは必ず天から降りてきますし、もうイエス様のね、この白馬、私も何回も見ていますし、それからイエスさんのお弟子さんの、もう七福神ですね、の日本のこの宝船、あれは UFO で、こうイエス様のね、こう七人の、特にね、第七大天使がこう乗っている船は、確かにもうこの地球に向かっているっていうのを私何回も見ていますので、宇宙から助けに来るっていうのはこう間違いではないんですが、これ宇宙ではなくって、この次元の違うところからこう来ますので、だから本当にね、このロスチャイルドの、すごい耳鳴りすいません耳鳴りがすごい、このね、ロスチャイルドのね、この悪魔たちのこういうね、もうトランプの演説とか、まあ、そういうとこにはもうシャットアウトして自分に入れないように私はしています。今日はね、 YouTube にいただいたコメント、トランプなんで枠止めないの、なぜ火星に国旗立てるのとか、ちょっと質問いただきましたので、ちょっとね、今日はそのことをお答えさせていただきました。この絵もね、持ってきました。イエス・キリストがね、卓刑にかかった時に、こうローマ兵たちがこうブス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 刺したんですが、このトランプもね、ローマ兵の一人に過ぎません。
すごいもうバチ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 ラップ音がすごいですが、それでは今日はこの辺で、またこのチャンネルに遊びに来てください。またね、バイバイ。光あれ。首かしげる犬に見送られて、ララララ右手の恋はもう一度未来を描くのと買おうかな。左手の恋は角でのたこ焼きになるといいな。はあ、たこ焼きたこ焼き、たこ焼き食べたら家に帰ろう。まんまるい心になって思い出そう。いつだっていつだっていつだって愛されてた。